どういうコンセプトでどういうテーマで作ろうかなっていうところですごく考えてまして、大事にしたところが、まあ、一つはまずこの徳島海陽町だからこそできる庭っていうことを考えていくうちに、石庭を作るにあたって何度も何度もこの土地に、訪れることを機会を得まして、で海陽町の地元の皆さんといろいろ喋らせて、触れ合っていくうちに一つのコンセプトがやっと生まれました。それが、完成は1000年後というコンセプトです。